当に本当だったんだ。会いたかった。一年は長いよ。私はずっと待っていたんだからね。塾の帰りのあの夜から今日までずっと。京介、時間には正確なのにね。
システムデータをセーブしますか？セーブしました。最初から始めます。京介、いつまでも落ち込んでいたらダメだよ。随分前のことなんだから。京介、悲しいのはわかるよ。私だって悲しいもん。でもね、京介は良くない悲しみ方をしているよ。まるで自分の体を削っているみたい。けれどそんなのって。
ちゃん。おはよう、お兄ちゃん。